はい、こんにちは、トールと申します。悲劇の元凶となる最強ゲドラスボス城は民のために尽くしますの11話を視聴しました。バルの家族にスポット当てた救出劇でしたね。視聴後の印象やストーリー感想などを語ってみたいと思いますので、よろしければお付き合いください。第11話、残酷王女と命令は、まあ、人身売買組織を前回ね、壊滅させて、ね、めでたしめでたしだったんだけど、そこに謎の爆撃が起き、洞窟が崩れ出したことによって、今回は、まあ、避難と救出劇のね、そういったセットの話になってたのかなというふうに思いました。これがね、まあ、全体感としましては、話自体は、そんな言ったら、前回からの後処理話みたいなもんじゃないですか。ね、鎖男も倒しちゃったしね。で、あと、まあ、主要人物たちの能力っていうのが基本的にめちゃくちゃ強いので、そのシチュエーションを作るためにですね、結構シナリオ的なね、色が出だしてしまう形にはなってきますので、話の枠組みとしてはなかなかにね、盛り上がるポジションの話ではないと思うんですよ、基本的には。ただ、そこにこうちゃんと重ねる中で、バルの気持ちを視聴者が知った状態で、まあこのケメトを助けようとするバルの姿およびケメトの能力判明ね、そしてまあケメトセフェクを助けたいというバル自身の回想ね、さらには、まあ、みんな大好きプライドの大活躍っていうところを書くので、今回の話はね、本当にラスための鉄板というかね、売りを詰め込みまくった、構成になっていました。はい、そんなわけで、その枠組みとしてはそんなに盛り上がる回ではないというか、ね、だとは思うんですけど、まあラスための売りとしてのね、まとまりを考えると、この形で結構ずっと続けていけそうですよね。なんか今後も誰かに出会って何かを知って、ちょっと進んだり、ね、能力者が増えたりみたいな形ですね。このパターンでずっとラスため続けていけそうな感じがちょっとしましたね。ただまあ2期があるかもわからんし、やっぱりこの世界においてプライドっていうのは未来に怯えたままなわけですよ。ですので、まあ最終回どう収まるかは気になりますよね。はい、そもそもそのゲームの世界の世界線時代までまだ来てないわけですからね。はい、ワンクールをどう収めるのか、また2期はあるのかが、気になるね、そんな形の11話になっていました。それでは注目したポイント、まあ僕の見立てでね、勝手に話していきたいと思います。はい。内容としましては今回はね、ほとんどがバルの家族の話なんですよね。そう。これは、9話にあった、どんでん返し尋問劇で明かされたことを、答え合わせで書いてくれるというストーリーなわけですよ。そう。つまり、今回の話って意外性はないのよね、メインとしては。意外性というよりは、あの時にはできなかった、バル側に共感してストーリーを追っていくっていうことのね、構成になってました。こういうのって普通は、なんていうか、他の作品とかだと番外編とか円盤特典とかボイスドラマとかね、YouTube にオーディオドラマがアップされてますとかで、こう保管してテンポよく話を進める、イメージがあるんですけど、でもラスタメはね、このあたりどちらかというとそのキャラクター的なファンサービスが、強いのもこの作品の特徴かなというふうには思いました。徐々に家族になっていく、様子なんかが良かったと思います。自分的にはですね、このセフェクが待ってる時の描写が良かったかな。プライドにセフェクの雰囲気ちょっと似てるっていうね、コメントなんかもいただくんですけど、僕はそこまで強くは意識してなかったんだけど、まあ、このなんか大事なケメトのことを弟とね、扱いして家族を作ろうとしてる姿とですね、そして、やっぱりこれ夜眠いんやけど、バルが戻ってくるまで命の危険があるから自分は眠れないんでしょうね。はい、ポツンと何をするでもなくバルを待ってる姿なんかはちょっとね、そのたくましさというか強さというかね、あと儚さみたいなものも含めてちょっとプライドを感じましたね、自分も。あとはまあそうですね、3歳と7歳ぐらいっていうことで、それぞれ名前をつけるっていうね、実はバルが名付け親だったっていうこともね、分かりまして、本当にねこの子たち普通のことがよく分かんないんですよね。だからなんかクズとかゴミとかみたいに呼ばれてるみたいな話をしてるけど、多分ねその悪口のイメージはつくんだけど、そのどこまでひどい侮蔑の言葉とかがあんまりピンときてない感じが、この国のなんていうか貧困層とかいうか、その辛い そこの方の ね貧乏な暮らしをしてる人たちの暮らしのきつさ、住みにくさ、みたいなものをすごく感じるので、まだまだこの国はね課題がね、多いなというふうには感じました。これは能力者だけじゃなくてね、
あと関係ないんですけど、ケメトが敬語をちゃんと使えているのがすごいなと思って、 3,4 歳で敬語をね、なかなか使えるのはすごいんですけど、これがもしかしたらケメトの出資に、関わってきてるか、出自に関わってきてる可能性もちょっとあります。まあ誰かに教えてもらったのかも、知れませんし、ね、単純にこれ異世界ですからね、その我々に対して敬語で訳されてるだけなのかもしれません。はい、ただまあ3歳7歳言うてても見た目でそんな感じなんだけど、多分食事の関係で全然発育が良くなくてね、実は2歳ぐらいね、年取ってる可能性なんかも普通にあるとは思いますので、ね、あまり当てにはねしない方がいいのかもしれません、とはいえこれはもう家族だよねこれは家族だよね。そう、あのバルじゃなかったらこれは家族愛だって気づけそうなね、気はするんだけど、でもねやっぱりセフェクもケメともいろんなことがピンときてない、バルもまたいろんなことがピンときてないからこそですね、はい、それぞれをこう埋め合える家族として今回つながれたことは良かったんじゃないかなというふうに思います、うん、このあたりをねやっぱ一番重視してる感じあるよね、ラスタメって。2つの救出劇についてもね触れておきましょうか、はい、まずはですね、はい、セフェイクは保護されたんだけど、ケメトが洞窟の中に閉じ込められてしまった形になってました、その能力の差異をジルベールがちゃんと見ています。やっぱねこの辺はねちゃんとめっちゃ優秀なのよね、ジルベールが、はい、実はケメトの持っていた能力っていうのは、まあ、能力者の力をブーストするね、強化する能力という形になります、はい、この手の強化能力ってあんまり出てこないんですけど、あるとめちゃくちゃ強いですよね、セフェクの水のね、勢いがめちゃくちゃ強くなっていたことをね、見てですね、まあケメトに触っていれば、能力をブーストさせることができると、他の能力者とかもブーストさせたらどうなるんでしょうね、ちょっと気になる部分ではあります。あのプライドがさ予知能力みたいなものを明確に使ってる描写がないじゃないですか。これケメトに触れた時になんか分かったりしないかな、どうなんだろうか、とそんな感じのことを思いましたが、ともあれ、まあ、ケメトはブースト能力でですね、まあ、そのバルの力をね、最大限生かすという形、もう洞窟内を掌握する演出はなかなかに爽快なものがありましたし、それにちょっと怖がってるプライドは可愛かったですね。はい。まあ、基本的にアーサーがね、守ってくれてるんでね、安心ではあります。まあ、このタイプのブースト能力者を、が主人公の漫画に点でフリーズっていうのがあった気がするんですけど、あれも結構面白かったイメージでは、あります。そう、自分自身は何の能力もないんだけど能力者をブーストさせるっていうのをね、ある意味その破格のね、反則級の能力になってますので、また一人こう強力な味方が増えてしまった、と取ることもできそうですね、はい、これ家族3人で手をつないで技を使ったらですね、なんかすごい泥人形とか作れそうでね、結構夢が広がります。もう一個の救出劇はこちらですね、はい、まあセフェクを助けようとしたバルを助ける、プライドにはなっていました、はい、合図をしたらステール来なさいよって言っていたところは今回回収されましたが、まあね、お姉さんの口笛をですね一瞬でこうね反響とかもしてるはずなのに一瞬でね、こう聞き分けて目を覚ましてね駆けつけるステールはすごいですよね、はい、ちなみにこれ、洞窟救出で使えなかったんかっていうとこれは使えないんですよね。そもそも洞窟の中に入ってきたセフェクとケメトを、ステイルは別行動していたせいで見てないので、はい、そちらに駆けつけることもできないと。で、一回出てきた後に再度救出しに行く下りであってもですね、その洞窟の穴の向こうの向こうの方に、ケメトがいることが確認できる、ね、およびケメト側のが結構崩落してたり、してた部分がありましたので、はい、まあ、プライドが逃げ遅れた時の保険として連れていくのはありだった可能性はありますが、その時点ではさすがに目を覚ますことはできなかったのかなというふうに思うと、今回のタイミングがギリギリだったとも取れますし、ね、このあたりはなんかプライドが何らかのこう確信を、持っていた可能性もあるかなというふうには思いますね。まあ手をつないでですね、はい、そのまま、まあ、瞬間移動を行ったんですけど、ここで僕ちょっとビクッとしたのがこれ2人の手が同時に消えてるのよ。ステイルって自分の体重とプラス大人一人分ぐらいの体重なら OK ですよっていう能力だったわけで、これプライドとステイルが同時にテレポートしてるってことはバルが取り残されてる可能性があるのよ、場合によってはね、パターンとしては。そう、だから僕ちょっとビクッとしたんですけど、これでね分かったことが一個あって、そう、今回ってステイルとプライドは年齢が低い状態にされてるんですよ。つまり分かりますね、体重が低いんですよ、少ないんですよ、小さいんですよ。
ということですので、ステイルが元の状態で元の状態のステイルの体重プラス大人1人分ぐらいならテレポートできますよっていうこと、でしたので、はい、プライドもステイルも小さくて、またバルもですね、体格的に大人よりはちょっとね、まあ小柄というか青年ぐらいのね感じになってますので、体重的にね、あのテレポートしてですね、なんとか間に合ったっていう形に、なりました、ちょっとヒヤッときましたが、そしてですね、これによってですね、僕はステイルが筋肉ムキムキになればね、自分の体重分まで運べるんだとするとですね、運べる量増えるんじゃないかというね、そんな仮説を立てていたね、そのステイルムキムキ計画の、会長をやってたんですけどね、このね、会はね、もうこれで解散することになりましたね。ステイルの、今の状態の体重は関係なく、ステイル自身が運べる採石量が変わっていくと。逆に言うなら、ステイル自身はですね、その、痩せてた方が他を含めて運べる量は増えるという見方ができるかなというふうには思いますので、はい、そんな形で全然関係ないところでステイルの能力がね、僕の中では勝手に明らかになりましたね。いや、そんなことよりもプライドのかっこよさの方がね、目立ってはいたんですけど、なんだかんだでねプライド様は活躍しちゃうよね。大立ち回りをね、してくれちゃいますよね。かっこよかったかなと思います。あとはまあ出てきた敵の正体ですけど、まあ正体は分からんのよ。何者なんかよく分からんんですよ。名乗ってもくれないしね。はい。ただですね、このラスタメって巨悪であり、仇役であるっていうキャラクターほとんどいなかったの、今までね。本当に鎖男ぐらいしかいなくて。しかもまあ巨悪っていうほど巨悪かっていうとあれやし、器的にね、仇役になれるかっていうとですね、そんなこともなかったので。でもその候補が出てきたというか、そう、そもそもですね、そのラスタメって、プライドがずっと自分がボラスボスになることだけを避けよう避けようと頑張っていて、視聴者的にはやっぱりプライドにその素養があるにしろ、その悪に落ちるようにも見えなかったので、どこを見たらいいんだろうっていう風な部分はあったわけですよ。まあ実際にジルベールも話したらいい人だったというか、理由があったってこともね、わかりましたので、そういう意味ではなんかわかりやすい。まあ彼自身がですね、巨悪かどうかはわからないんですけど、少なくともやってることはなかなか悪質であり、そしてですね、仇役的な形にはなっていました。で、そもそも彼が何しに来たのか問題なんですけど、これおそらくその爆弾をね、気球から落としてました、ね、ちなみにこの気球自体はなんか能力者の能力によってカモフラージュされていましたね。はい、そんな形でまあ火が焚かれていたことと何か関係があるのかもしれませんし、これが気球のシステムなのかもし、れませんが、ね、ともあれですね、この人は能力者をですね操って使っていると、いいように使っていると。そして、プライドたちが来ることを分かっていたとは思えないけど爆弾を用意していたというふうに考えると、おそらく人身売買組織がでかい取引があるって言っていたので、これ人身売買組織から目星能力者たちを全部奪ってね、で皆殺しにした後に爆弾でね、その証拠も全部隠滅して去ろうと、企んでいたのかなというふうには思いました。あの爆弾使わずに帰るのはもったいないよなみたいな、ことを言っていましたので、はい、証拠隠滅するために全部をね、爆発させて去るつもりだったのかなというふうには思います。はい、またですね、なんでじゃあプライドたちをですね、こう騎士団を巻き添えに沿ったかっていうと、将来的に、騎士団というものが自分たちの邪魔になるかなというふうに考えたのかなというふうには思われますので、現状はですね、能力者を集めていらんことを企んでるやつと、いうことになります。またですね、彼のことを、まあ、プライドがゲームのね話で知ってるんだとするとですね、もしくは、パウエルのことを知っていたとするとですね、これステイルが助けに来なかったらパウエルを確保していたというふうに思われますので、このあたりのつながりからね、真相が明らかになるとかいう展開もあるかもしれませんが、ちょっと一気には難しそうですよね、やるとしても2期もしくは原作、見ていく必要がありそうですね。そんなわけで11話の感想や注目点を共有していきましたが、いかがだったでしょうか。やはりね、このラスタメ自身が強調したい部分っていうのはね、結構尖ってる要素はあるんですけど、ストーリーとしてはね本当に王道ではありますので、いや本当にね、未来に対してプライドが何を見るかね、最終回何を示されるのかがすごく、気になってる部分であります、皆さんの感想とかね、まあ原作ファンとしてのね、語りなんかをまた教えていただければと思います。まあネタバレ
れはね、ご遠慮いただければと思うんですけど、原作補足的な、内容に関してはですね、まあ、原作補足、〇〇についての原作補足みたいにね、書いていただければね、開業していただければ、まあ、その変なネタバレにはならないかなというふうには思いますので、はい、こちらも原作ファン、アニメファン一緒に最終回ね、楽しめるようにね、ご協力いただければと思います。ではでは、また次回ありましたらお願いします。遠山徹でした。